船橋市郷土資料館では令和5年7月15日から9月10日までの間、学校に関する企画展私たちの学び屋を開催しました。この動画では企画展に際して調べたことを展示の終了した後も知ってもらおうと作成したものです。今回の企画展では千葉県学校給食会から各年代の献立レプリカを借用し展示しました。どの給食がいつ頃のものか分かりますか？献立はそれぞれ昭和27年、40年、50年、60年のものです。これは昭和27年の給食です。器に入ったミルクは脱脂粉乳で、揚げ物は当時値段が安かったクジラ肉を使用しています。昭和40年には今でも人気のソフト麺が登場しています。船橋市では中学校としては初めて豊富中学校で完全給食が実施されるようになりました。昭和50年には安全面から小麦粉にリジンという栄養素を添付するかの議論が起きました。また米飯を給食に導入するか議論され始めたのもこの頃です。昭和60年代には献立内容の国際化が進み、船橋では姉妹都市の料理を取り入れるなどの工夫がされました。実際に来場した方からは、自分たちの時はこんな豪華ではなかったというお話や、昭和60年頃だと船橋ではまだアルミ製の器を使っていたというようなお話をされる方もいました。レプリカは千葉県内の代表的な献立例として展示をしましたが、学校の周年記念誌などに載っていた実際のメニューも紹介します。その他に給食に関する展示として、栄養教諭の方々に協力いただき、子どもたちが給食に興味を持ってもらうための取り組みを紹介したほか、展示物を作成してもらいました。学校給食のこれなんだ、これは何の給食を作るのに使う道具でしょうか。1. 麻婆豆腐、 2. コーンスープ、 3. 肉じゃが。正解はコーンスープです。大きな鍋で一度に大量の具材を調理するのに使います。この道具は具材の少ないコーンスープなどスープ類を作るのに向いています。麻婆豆腐や肉じゃがは具材が潰れてしまうので違う道具を使って作るそうです。これは何の給食を作るのに使う道具でしょうか。 1. 炒り卵、 2. シチュー、 3. ポテトサラダ。これは炒り卵を作る道具です。何十個もの卵を使って炒り卵を作ります。給食では半熟卵を出すことはできません。だから炒り卵一粒一粒がポロポロになるように10分以上混ぜ続けます。一言に給食といっても、地域や世代によってそれぞれ違いがあります。ぜひご家族やお友達と自分の食べた給食の話をし合ってみてください。ありふれたものと思っていた給食にも新しい発見があるかもしれません。